はい、こんにちは、カムさんです。ダナビーに住むデッド続きです。ね、前回、まあ、クリアね、染み出しというかね、スケボー氏ですね。白のね、デカールのスケボー氏のために、パラ吹きというかね、ザラ吹きずっとやってましたけどもね。動画の方はそれで終わりましたが、コムさんはその後ね、完全に乾いてから、またね、こんな感じで、2回ほどね、テラーンと吹きました。こんな感じです。どうでしょうか。まあまあ、ね、キラッと、ね、ルーフの方もこんな感じで、キラッとね、映る感じで、ね、はい、こんな感じです。はい。で、仕上がってます。クリアね。これはまあまあ、今回ね、このまま、そーっとしときます。まだもうちょっと乾かしてからね、中研ぎしてもう一回、やろうと思うので、ちょっとね、あちらの方へ逃げといてもらいましょう。で、ね、今回は、内装の方ね、やっていきたいと思います。内装、もうメーターパネルというのかな、ダッシュボードの方は、こんな感じでね、で、前に、カーボン塗装ね、映らないですか？映りますかね？映ってますかね？こんな感じでね、やってますので、はい。こんな感じで、前面もこんな感じでね、やってますので。で、これね。これ。はい。ここ。ね、カーボン塗装やってますので、ということですよ。で、これは前やりましたね。ダクトの部分と、フロントダクトと、これリアウィングね。リアウィングは、これもカーボン塗装でね、やってます。これね。で、日産貼って。これもうちょっとね、研いでもう一回。やろうかなと思ってるんですけど、クリアね。半ツヤクリアをね、もう一回やろうと思ってるんですが。で、裏側はニスも貼って、まあまあカーボン塗装もやってますが、こんな感じで出来上がってますという感じです。これはまたね、後ですね。見えておいてもらいます。なんでここにあったのかな？はい。ちょっとわかんないですけどね。はい、そしたらね、各パーツ、ちょっとこう見てもらったらあちらにね、発泡白の上にね、いろいろと準備しております。それをね、塗り分けていくという動画ね、になります。それではね、やっていこうと思います。はい、それではね、続きやっていきます。このね、内装のね、このパーツ、ここね、ここチタンシルバーのね、まあ、31番の指定なんですが、32番のね、タミヤの指定なんですが、今回このね、LP63 のね、ラッカー塗料、チタンシルバーね、こっちを使っていこうと思います。別に何ら意味ないです。このね、塗料を一回使ってみたいなっていうんで、これ使おうかなと。いうだけのことです。で、この3種類ね、これもね、それはチタンシルバー指定なので、これをね、やっていこうと思います。これね、まだ、コムさん1回も開けてないんですよ。で、もうね、皆さんすでにね、こんなお使いになられてるので、もう完全に知ってるかなとは思うんですが、ね、使い勝手とかね、どんな感じだとか、結構シャバシャバって聞くんですが、コムさん的に今混ぜるのにちょっと触っただけなんですけど、このね、メタリック系というのかな、こういう感じでちょっとトロッとしてんのかな、もうちょっとシャバっとさしてもいいかなっていう感じはします。これはまたね、コムさん、自分のね、自分好みに調整しようかなとは思うんですが、ちょっと調色しますね。調色というかね、もうコムさんの場合ですけども、まあそんな方はたくさんおられると思うんですけどね、この塗料のね、比率というのかな、は希釈率ですか、希釈率ねはもうほぼ感覚ですね。コムさんの場合はね、まあそんな方たくさんおられると思いますけどね、これもうちょっとでいいんでね、ちょっとにしとこうかな、ドローンとね、ちょっと待ってくださいね。画像的に全然映ってないと思うんですが。よいしょ。ちょっと画面戻しますね。こうね。今こんな感じで、やってます。入れました。朝食皿の方へね。こんだけもいらんと思うんですけど。まあ、どの道ね、戻して、したら、
ね、ちょっと柔らかくなったりするんで、それでいいかなと思ってるんですけど、で今日は、レベリング使っとくかな。レベリングでね、手にべっちゃりついたな、これは。まずいな。ちょっと待ってくださいね。ああ、もうそれでいいか。ああ、手にべっちゃりついた。ちょっと紙コップね。よいしょ。レベリングね、希釈、このぐらいやったらっていうね、コムさん、このぐらいやったらちょっとどんだけ入れるんかなっていうんで、やってみますけど、まあ、このぐらいかな。このぐらい入れてもいいかなっていうね。それでかき混ぜていきます。うん、まだだな。まだもうちょっといけますね。結構入れましたよね。最初の分量から言うとかなり増えてると思うんですけど、このぐらい、うん、このぐらいかな。お、これもしかしたらあのカーボン塗装のあの下、あのパターン付けに使えるかもしれんね、このこの色ね。この色がだいたいシルバー系の色をね、あのつければね、あのいいんですけど、なんで今度あのね、何でしたっけ、メタリックグレー入れるかというと、メタリックグレーの方がパターン的にね、ちょっと暗めなんで、いい感じで出るんでね、あれ使ってるんですけど、別にシルバーで、あれですよ、パターンつけてね、最近なんかよく聞きますけどね、皆さんから情報いただいて、聞きますけど、いろんな色ね、クリア系かけていったらね、いろんなカーボン色ができると。いうね、赤とか青とかね、いう情報をいただきましたよ。それでね、まあまあそんな感じでね、楽しんでいただいてもいいかなと。まあ別にコムさんがね、動画上げたからでね、コムさんが別にね、そこ仕切っていくわけじゃないんでね、お好きなように楽しんでいただけたらなと思うんですけどね。よいしょ、こんな感じで、動画じゃないな、そうそう、カメラね、ゆるゆるでいきます。ゆるゆるね。はい、それではね、チタンシルバーね、ここのね、下の部分だけね、ここの足元というのかな、フロアの部分だけチタンシルバーの指定になってるんですよ。こっち側だけ、線引いてるのがこっち側だけなんでね、コムさんもこっち側だけやと思ってるんで、こっち側だけ塗りますけど、こんな感じでいいかな。もうちょっとこうかね。いい色ですね。はい、いい色。ね。はい、こんな感じです。いい感じで色ついてると思います。あんだけ薄めてもね。結構増えますね、これでいくと。うん。なかなかいいんじゃないでしょうかね。メタリック色ね。チタンシルバーね。とりあえず。で、これ、コムさんはまだ未だにね、缶スプレー使ってますって前に言ってたんですけど、取り出してね、使ってます。取り出して、このね、ブラシ、エアブラシでね、拭いてますって言ってたんですけど、このシリーズもね、このタミヤのね、ラッカー塗料のね、シリーズもね、またね、ちょこちょこ使っていきたいなと思ってるので、はい。まあ、ほとんどのね、もう、動画投稿者さんとかね、ツイッターの方でね、こんな感じだなっていうね、情報がいっぱい上がってるんで、もう皆さん知っておられるとは思うんですけどね、またね、コムさんの方でも、ね、情報発信っていうね、大げさなもんでもないですけど、まあ、やっていこうと思ってますので、まだぜひね、参考とは言いませんが、見て、判断していただいてね、いただいたらなと思います。はい。そういうことで。はい。見えるかな？こんだけ残ってます。朝食皿にね、あんだけあったやつ、ちょっとこんだけかけても、まだこんだけ残ってるんですよ。これ、まあ、戻しますよね。で、希釈率でいくと、これ戻せなくなりますよね。これ戻すと次の時希釈率変わりますからね。なんで、
希釈率でいくとこれね、取っとくか捨てるかせんとあかんような状況になるんですよ。感覚でいくとこれ戻して次の時また感覚同じなんで、あ、まあその時ね、あの湿度とかね、いろんな、まあ、溶剤も変わるか分からへんしね、いろんなパターンあるんで、変わるかも分からないですけども大体の感覚が一緒なんで、このぐらいだなっていうね、感覚でいくのでね、これはまだこのまままた使えると。だからね、まあ、最後の最後、ね、薄まりきってね、だんだんまあ減っていきますけど、どっちみち使っていくんでね、でも当分の間ね、これいけますよね。あ、今ちょっと値段で違いましたね。これどこで買ってんやろな。まあまあいいですね。はい、安いの方がいいのかわかんないですけどね。はい、まあ、そんな感じで、と思います。これ一旦ね、この後ね、メタリックグレーとか、シルバー系拭くので、まあ、ブラシの方もね、ちょっとカメラ立ちすぎなのかな。ブラシの方も、軽くね、もう、コモさん実は言うとね、このね、メタリック系行くときは、もうこんな感じでシュシュッとこう出して、このまま行くときあるんですよ。あんまり色が近いやつはね、黒にしろね、シルバーとかね、シルバー系のとかね、近い色の時はもう出すだけ出して、次入れてもまたもう一回シューシューってやればその色になるんでって やってる時もあるんですが、まあ心配やなっていう時は一回ねこうやって洗います。一回だけねこう、まあ、洗ってぐぐぐっとうがいして、でもうこのままねこのぐらいでこうシューシューってやって、次ね次の色で、まあ最後の最後に綺麗にね、いつもバラして、これをバラして洗っているという感じです。毎回この拭くたんびに洗ってるというわけではないです。前の時に何かで説明したらちょっと説明足らんかったんでね、今ちょっと説明しましたけど、そんな感じです。ブラシはね、色近い場合はです、色全然違うやつばっかり揃ってる、塗装するのが揃ってる時はまあね、一回一回きれいに洗ってますが、まあ仮にメタリックいかんなん場合とかはね、まずメタリックじゃないカラーを先拭いといて、で最終メタリックで、割って、できれいに洗っておくという感じでやってますね。はい。はい、そんな感じでね、ちょっと一旦止めます。はい、ね、もうカメラ回さんとこうと思ってたんですけどね、これね、エッチングパーツ、今回の Z はね、エッチングパーツ使わんとこうと思ってるんで、こういうね、エッチングパーツつけるとこのと、パーツね、パーツももう塗装していくんですけど、それは、エッチングパーツつけたらそれはかっこいいんですけどね、今回はちょっとやめとこうかなと思ってます。まあ、ケチケチせんと使ってね、次のやつは次のやつでまた使えばいいんですけど、次のやつね、あれです、ね、またね、いずれね、Z ね、Z なんですけど、何かな、カルソニック、ね、インパル、Z ね、やろうと思ってるんですね、その時にね、取っとこうかなと思ってます。エッチングパーツね、まだ見つけた買ってきてね、使えばええんですけども。よし、こんな感じかな。これね、シルバー指定なんですが、チタンシルバーね。さっきチタンシルバー出してね、直しましたけど、これにかけよう思ってたの忘れてたんで、もう一回ね、これシルバー、チタンシルバーしてね、で、真ん中が、真ん中が、何やったかな、チタンゴールドか、真ん中チタンゴールドなんでね、マスキング乾いたらまたマスキングしてチタンゴールドをやっていくという感じで思っております。そんなとこかな、シルバーはもうそんなとこなんで一旦またね止めますね。はい、続きやっていきたいと思います。いつもはね、メタリック一番最後にするって言ってましたが、今回はね、マスキングの関係上というかな、これ別にね、黒拭いといてマスキングしてシルバー拭けばええんですけど、
ちょっとね、順番やりたいことがあって、こういう順番になってるんですね。シルバーやってマスキングね、こうやってでこの周りを拭こうという感じなんですが、このね側面だけね、カーボン調、まあ、ここもか、ここもカーボン調にするかな、にしようかなと思ってるんですね。まあわからないですよ。側面だけかもわからないですけど、その都合でね、メタリックグレーね拭くので、今のシルバーでパターンつけてもいいんですけどね。いいんですけど、メタリックグレー、メタリックグレーでね、他のパーツにメタリックグレーがあるんですよ。それと一緒にね、その時にやろうという感じで、段取り上というのかな、コムさんの都合上ね、こんな感じの、塗装もね、このシルバーからいったという感じです。深い意味は何もありません。ね、こんな感じでね、やっていくよというだけのことですね。デザインナイフうまいこと切れますね。はい。そしたらこれちょっと短いんですけども、使っていこうか。あ、こっち、ここが貼ろうか。ここ短いんでね。よっ。よっと。写ってないね。ここね。で、こう折り曲げていくと。こう折り曲げて。で、こっち来てほしいんやけど。で、こう引っ張るか。切って、旗を貼りやすいかな。あ、こうか、いけたな。ちょっとしたね、ピンセットの持っていき方でね、変わりますよね、これ。マスキングってね。ちょいっとこう。はい、ではね、やっていきます。パターン付けね、1面ずつです。あ、一気に行こうとしたらね、まあ一気に仕込めばねできるんですが、まあまあ片面ずつでね、1面ずつで行こうかなと。で、まあまあこの角はね、エアーで押さえてこんな感じでね、スーッと拭いていきます。こう、押さえられてるのを確認しつつね。で、エアで押さえられたなと思ったら拭くみたいな感じです。で、これね、シャバシャバがコツですね。塗料はシャバシャバの方がいいですよ。で、だんだんやってるうちにね、これ揮発していくのかね、沈殿していくのか、ここ詰まってくるんですよ、滝がね。その時は、一回、強めてシュシュって抜いて、ここ溶剤でもう一回ねシャバシャバに直すという感じでやられたらいいのではないかなと思います。はい、こんな感じね。で、今これ、エナメル溶剤でね、ちょっともうラッカ溶剤でかなりいってるんで、エナメル溶剤で、希釈しましたよ。でこれ、ね、もちろんね、これここ持てないんで、ここにね、こういう場合はね、ここに細くね、ほんま極細のね、両面テープをここの角に貼るんですよ。そしたらここ持っといてくれるんでね、この角、こっちの角もね、もしあれだったらこの底もね、入れられたら簡単かなと思います。はい。で、もめくるとね、こんな感じで。あ、ここちょっと足らなかったですね。ここはまたね、こう布あってシュッと拭けるんで、OK かなと思います。これ底まで。ちょっと見えにくいですけどね、そこまでパターン入ってますよね。一番そこちょっと微妙かな。まあまあ、まあパターンの形ついてるんで、これはまあ出るでしょう。ええ、コムさんの場合は、あれですけどね、スモークね、スモークなんですけど。で、この角の両面テープはもうこのまま置いておきます。で、次ね、また、両面テープをね、角に貼ります。細いやつ、細々に切れなかったら、そこそこ細く切っとけば、こうねじっていけば、こよりいうのかな、なんていうのかな、ね、鼻くしゃみしたいときこそこそってやるような、ああいう感じでね、ちょっと例えがあれ微妙ですけどね、こうねじれば、こう持ってくるくるっとねじれば、やりましょうか。
今両面テープもうこのぐらい細かったらね十分なんですけど、これでも太いなと思ったらこう持ってね、両方持ってこうねクリクリとこうねじればね、ねじていけば、まあ粘着力は多少落ちますけど十分粘着力あるの、こんな、ね、感じでね細くなりますよね。これをちょっと待ってくださいね、コムさんのこれ両面テープじゃ、このピンセットねすごいね、あのくっついたらね離してくれないんですよ肝心な時ね。はい、であここにもあの仕込んでます、両面テープ、これ両面こっち側もね仕込んどけば簡単にあのいけますよという、まあこのね両面テープを貼っていく作業がねちょっとあのこういうね内側のこういうやりにくいところは手間なんですけど、そこはもうね粘りと根性か粘りと根性っていうのかなね、やっぱりいいものを作りたいというね信念でね粘ってね、まあ今こうつけましたよね、でこう角にちょっとこうねつけていくと、こうね簡単でしょ、割とねあの黒もっと苦労するかなと思ったでしょ、両面テープね意外と簡単についてくれるんですよこれ、両面テープもね。でこっち側、ただピンセットがねあのうまく離してくれへんかったら苦戦するんですけど、ピンセットからこのつけた時にね、ここにつけた時にこうつけますよね、あ今離れてくれませんでした、あ離れてくれた、こうやって簡単に離れてくれると楽なんですけど、ピンセットが離してくれない時があるんですね、くっついてね、こうしとこうか、ここまでね、余計目にこう取ってね、でこの端っこにねこうペタッとつけるだけです、あのたわみのないようにね、あの素直な感じに、ね、なるようにこう持っていって、角も両面テープあるんでこうペタッとやればくっついてくれるんで、こんな感じね、こうですね、つきましたよね、でこう来て、ここはな、ここの折れ目はねちょっとね微妙ですよね、いっぺんにいけるかどうかちょっとコムさんも微妙なんですけど、ああいけますね、こんな感じでこうつけますね、でこっちもね行きたいんですけど、いけなかったらここで一旦ねここだけつけて、でこっちを素直に布をつけていくという風な感じにしたらうまくいくと思います。まあ今一回でいけそうなんで やっていきますけど、ちょっとここやっぱりたわむね、ここもうまくつければたわまないはずなんやけどな、でしょ、なのでねここ一回この辺ここまででねやってみましょうか、こう押さえてでこうですね、で上の辺ももう拭いときます、こないしてね拭いといたらね、次そこだけまたやればええんでね、部分的に、いい感じやね、はい、いい感じ、ちょっと濃淡ありますけどね、はい、濃淡ありますけどこんな感じでねパターンつきましたよね、これでねスモーク吹けばいけますので、はい、な感じですね。あ、そうそう、この底の面ね、ここもね両面テープ貼ればこの底まできっちりつくというねところですかね、はい、そんな感じです。はい、それではね、キャリパーね、メタリックグレーなので、メタリックグレーね、やっていきます。さっきね、パターン付けしてました。メタリックグレーそのままです。ちょっと硬いんでね、出にくいんですが、まあ、いけるのでやっていきます。ね、ついでに、パターン付けやるついでにっていうか、キャリパー塗るついでにっていうのかな、どっちがついてるかわからないですけど、ね、同じメタリックグレーなので今回はパターンもメタリックグレー使いましたという感じです。でこれね、コムさんのこの何ていうのかな、パターン付けね、ラッカー溶剤入れますが、これはあくまでもコムさんのね感覚ですよ、早く乾くなっていう感覚はね、別にエナメル溶剤で早く乾くようであればね、皆さんね、それでやっていただいたらいいかなと思います。コムさん言うてたから、
落下溶剤出せなあかんねんっていうものではないです。あの何らデータ取ったもんでもないのでね、コムさんの感覚で早いなと、乾くの早いなっていうんで落下溶剤入れてるということです。はい、そんな点でもエナメル溶剤でもすぐ乾くでっていう意見があればね、それでいいですし、コムさんもまたそれを教えてもらったらそのようにしますしね、いいなと思ったらですよ。今のところコムさんこれ気に入ってるんでこのままやりますが、すぐ 乾いて、ね、触っても大丈夫っていう状況なんですね。で、ちょっとエナメル溶剤とか、エナメルの、ね、塗料分と入ってたりとか、落下も入ってるんで触っても大丈夫、乾いてすぐ触っても大丈夫っていう状況も生まれると思ってます、コムさんはね。はい、思ってるんですけどね、はい、また ね、やっていくうちにね、そういうデータ取れてくるんでね、いいかなと思います。以上。はい、それではね、ちょっとブラシ洗うので止めます。はい、それではね、こんな感じで、内装をね、パターンねつけました。この面に関してはね、ちょっと 別のね、番外編でも使ってる面なんですけど、でこのね、中のここもね、この外、こっち側の面もね、ちょっと見えにくいですけど、こっち側の面もパターンつけました。この前ね、足らんかったとこもねつけました。ここはねちょっと黒いですけどパターンついてるんで大丈夫だと思います。ではね、スモークねやっていきたいと思います。はい、スモークもねもうほぼシャバシャバです。コムさんいつもね、やってますが、このね、朝食棒かマドラーテっていうのかなで、ちょっとこうすくってこれちょっと落ちる、これちょっと落ちるね程度、もうちょっとゆるゆるでいこうか。きつくても別に問題ないんですけどね、これ吹き戻ってくるんですよ、この中にこう入ってね。でいずれこうまあ吸ってくれるんですけど、ファンがね、こんな感じでね、始めだーっとちょっと弱いな、ダダーっとね、いきます。もう、ダダーっといって、で、一回乾かします。乾かすか、もうついた瞬間乾いてると思うんですよ。ちょっと話し気味でやってるんで。こんな感じで映ってますでしょうか。はい。こんな感じでね。はい。この画像ね、もしかしたら番外編でも一緒に使ってるかもわかりません。はい。説明ねするの同じなんでね、はい、使ってみましたっていうか、はい、それでねもう乾いてるんで、今度ね、黒くなってるとこは薄いんですよ、色がね。なんでシルバーのところを狙って、前にもね番外編で説明してると思うんですけど、シルバーのところを狙ってちょっとゆるゆるにしといてね、こう合わせていきます、色をね、できるだけ。まあちょっとぐらいのまだらあってもね、カーボン調なんでねいいと思うしね。で最終的にもうちょっと結構ね、なんていうかな、スモークがかってねいい感じになってくれるんで、はい、ちょっとねコムさん今回ね、フィルター、違うフィルター使ってるんで、ちゃんと吸ってくれてるのかどうかが心配なんでね、ちょっとこう止まって見回したりしてるんですけど、うん、まあ大丈夫そうですね。他にミストかかったらあかんとかいうのはあるんで、まあまあね、そうそうかからないとは思うんですけど、若干やっぱ吹き返しがきついんで、もうちょっと奥でいこうか。こんな感じかな。まあ、番外編見なくても、まあこの動画見ていただいたらね、ほぼねやってるんで、同じことやってるんで、いいんですけどね。あ、そうそう、このね、ここの角のね、説明をやっときました。ね、角ね、エアでクッと吹いて、どういうんだろう、当てて、押し当てて、布を押し当てて、密着させてっていうのが、普通の、ね、普通の場合、簡単バージョンっていうのかな、簡単なバージョンの、やつなんですけど、エアで吹き
込んで、密着させてパターンをつけていくというやつね、なんですが、こういうねちょっと複雑なとことか、こう奥まってるとこね、エアーで押しにくいところはこうやっていきましょうかっていうね、こうやったらやりやすいですよ的なね、動画をね番外編でやろうということで上げましたので、上げましたのでっていうのか、どっちが先に上がってるか分かんないんですけど、はい、やってますので、またねもしねよかったら見てください。ね、まあ参考程度にね、まあ、コムさんの動画はもう参考とかね、こうしてくださいとかね、こうしなければいけませんよ的なね、そういうあれではないので、ちょっと待ってくださいね、今ね長々と喋ってますけどね、両面テープ貼ったままになってたんで剥がしました。角もね両面テープあったけども、どうでしょうか、全然ね大丈夫でしょね、パターン入ってますよね。まあもちろん両面テープ貼ってたところはがっつり貼ってたら全然パターンついてないと思いますけどね、両面テープがついてるところにはパターンはついてないかもわからないですけど、細い両面テープにしてるんで、番外編見てもらったら分かると思うんですけど、これでもやってんのかな、この動画でもやったんかな、一応やったんか分からんね、細いね両面テープつけてるんで、その部分はもうスモークでね隠れちゃうと、ほとんど分かんなくなりますよというね感じですので、でこれちょっとねこう箱状になってるんで、何て言うんですか、湯船、じゃあバスタブはいバスタブ状になってるんでね、バスタブでもないか、箱状になってるんでね、ちょっとこうスモークも吹きにくいんで、こうねちょっと丁寧めに、乾いてはスモークみたいな感じでね、こう一回かけて乾いた方がスモークつくんですよ、色がね。なので連続いくよりね、一回乾かした方がいいです、軽くね。うん、吸ってますね。今ね、こっちか、反対側をこう抜けていったんですけど、またこう戻っていったんでね、やっぱり吸ってますね。この粉はやっぱりパン、相当強烈なんだよね。この、なんちゅうかな、フィルターがね、ちょっと目が細かいんですよ。なんで、吸わへんかなって思ってちょっと心配してたんですけど、かなり吸ってますね。こんな感じかな。この底はね、もうパターン入れませんでした。はい。もしかしたらシルバーかもわからないですね。黒塗りになってるのかもわからないしね。うん、こんなもんで、どうだろう。あと、またもう一回乾いたらね、もう一回塗るって感じでやっていこうかな。はい、そしたらね、今度シートね、シートもね、こんな感じで、こうか。見えますかね。パターンね、つけました。ね。ここもね、ついてますよね。はい。背中の部分もね、ついてますよね。はい。ではね、これもね、クリア拭いていこうかな。ちょっと待ってくださいね。持ち手ね。持ち手はこうか、こうでいいか、ね、もう拭いてまだ回しでもね完全に乾いてるんでね、もう心配なく触ってますが、もしね傷以下したという場合はね、そこの部分だけまたねパターンつけたら治るのでね、こんな感じかな、ま、落ちそう、風圧で落ちそうですね。はい、このねシートの内側もね、これやりましたよ、パターンつけましたけど、
もしかしたらこのシートは、あの、なんちゅうんやろ、モケットでもないしな、なんやろな。そういうなんかね、布状の素材というのがそういうね、かもしれないですよね。コムさん、この Z のあのね、あの実写内装まで じわじわと見たわけでもないし、あの残念ながらね、細かい資料っていうのかな、ないんですね、手元にね。外観はいっぱいあるんですけどね。いや、外観もいっぱいもないですよ。あのちょっとね、あの実写見れる程度の、資料ねだけなんで、内装がいまいちよくわからないと。時々あるね、あの画像とかで、ああこんな感じなんかな、じゃあ Z もこうかなっていうレベルなので、はい、その辺はねご了承ください。だからここは艶消しのブラックで行こうと思ってたんですけどね、とあの本当はね、このカーボンパターンをねつけましたよっていうのをあのちょっとやっときたいなと思ったんで、もうカーボンにしました。中で見えないしね。で、あの黒くなるんでね、もうほとんど黒くしちゃうんでね、だいぶ黒くなってきたでしょ、ね、もう画像で見てる限り真っ黒ですよね。これ肉眼でね、近くで見てカーボン調やなという感じになっております。こんなもんかな、カーボン的に色こんなもんでしょうか。このね、あのお尻のとこちょっとシルバーすぎるんで、パターンはついてるんですけどシルバーすぎるんで、もうちょっと黒くねして調整しとこうかなと思います、思ってます。はい、こんなもんでしょうか。はい、できましたね、シート。これまでね、カーボンパターン。落ちたら嫌やけど、ちょっとね、ここ刺しとこうかな。落ちる可能性あるけどね。ああ、刺さらないな。ちょっと待ってくださいね。両手使わなきゃ。よいしょ。OK。はい。それではね、一旦止めます。はい、続きです。はい、なぜか急遽、ホイールをね、ブラックに、塗装していきます。別に急遽でもないですけどね。ね、順番にね、ホイールもね、塗装していかな、いっとかなあかんのでね、デカール貼らなあかんしね、まだね。はい、ではね、ホイールね、黒に塗っていきます。この、車の、ホイールは、今こっちやからこっちからか。ツヤありブラックということでね。ツヤありブラックにね、塗っていきたいと思います。ピカピカにね、全体に塗ろうかな、もうね。はい、ついでなんでね、ついでいうか、作業してる時にやっぱり綺麗な方がね、楽しいじゃないですか。ね。まあ、さっとですけどね。あ、ちょっと持ちにくいです。はい、リムからね、ずーっと全体的にね、まあ、かけていきます。艶出しということでね。よし、こんなもんかな。よいしょ。こうやから、こうホイール塗るときいつもね、この何て言うかな、向きがね微妙に難しいというかね、手の持っていく向きがね、逆にして同じ、結局同じとこ拭いてるっていうね。こう、まあ真正面でしょ。でこういってこうやから、今度こうか。まあまあいいですけどね。はい、こんな感じ、綺麗ですね。はい、できました。よいしょ。それではね、一旦止めます。はい、続きです。ちょっと声がね出にくくなってますけどね、あれからずいぶん時間経ってるんですけどね、塗装しててね、してからです。で、このこんなパーツもね、みんなでねちょっとこれ落ちてますけどね、これもね、セミグロスブラック塗りました。塗装せなあかんやつね、全部したということですね。で、この頭はね黒なんですけど、まだ塗ってないですけどね、こんな感じでやってます。で、
まあまあ、途中のね、紹介ですけどね、これもね、こんな感じでね、パターン付けしてね、カーボン塗装ということです。んで、これもね、こんな感じで仕上がってます。ここちょっとマスキングテープね、反射してるんで黄色く見えるんですけどね、うまく映らんかな。うん、まあまあ、こんな感じで、まあ、見えてると思うんですけどね、こんな感じで。はい、カーボン塗装はできております。はい。でね、今から続きね、シートもね、一応見せましょうか。シートもね、こんな感じで、ね、カーボン塗装できております。で、キャリパーもね、塗りました。で、キャリパーはあれか、動画内でやってますもんね。はい、塗ってますもんね。で、これもね、ローター、こんな感じでね、色いいんじゃないかなと思います。結構いい色してますよ。エッチングパーツもね、なるほどいいとは思うんですけどね。まあまあ、いけなくはないかなと思います。で、今からね、これね、ここ。これアルちゃん情報でね、ここは穴開きですよと。穴開きやで、コムさん穴開きやで、と、こうね、いうこと。まあ、アルちゃん知ってる方はね、そんな感じやなと思ってもらえると思うんですけどね。アルちゃん知らん方はね、どなんやねんって感じにしますけどね。はい、アルちゃんとってもいい方でね。実は優しいね。と思いますよ。わかんないですけどね。はい。こんな感じでね。この時もね、マスキングテープいただいたんですよ、アロちゃんに。これね、各種もらってたんですけどね、黄色。これもアロちゃんのね、やつで。で、これはね、ミントって言ってね、ちょっと、のりの弱めのマスキングテープだからね、窓枠のとこ、コムさんこれ使いよう、言うて、電話入れてくれたんですよ。なんと優しいね。うん、人は見かけに寄らないというかね、失礼ですね。あまり言わんとくか。ね。はい。アルちゃん優しいですよ。はい。で、ここね。まあまあいいですけどね。ここ、アルちゃん情報でね、穴開けろということだったんでね。はい。ここ開けていこうと思います。今からね。音。今からね、なんか、長谷川名人さん、これ言うていいのかな。長谷川名人さん、なんかライブでしょうか。なんか今通知入りましたね。これね、開けていきます。ルーターで、ぷよっとね、ちょっと怖いですよ。ビヨンで跳ねてね、ここ今ちょっとね、ちょっと気づきました。ここペーパーでシュシュッと直したいと思いますけどね。はじめ、ハンドビスちゃうわね、だけ。ね、ドリル、何やったっけ忘れちゃった。まあまあええわ。手動でね、手でね、開けようかなと思ったんですけどね。ああ、そうだ。ルーター持ってたんだってね。思い出しましてね。これ完全に忘れてましたよ。あるのね。で、電動で開けられるのにね。ちょうどええドリルもあるしね。これだけでええやんと思って。やりかけました。はい、いけましたね。あ、ここ一個開けてるんです。さっき試しに開けてみたんでね。開いてます、一個ね。はい。楽できる。よかった。これね、手でね、開けやなあかんなと思ってね。大変だなと思ってね。ここは数少ないですけど、うん、あっという間に開きましたね。よかった。はい。ね。で、ここ。こっちがね、結構あるんですよ、ここ。で、ここちょっとちっちゃいなこれ。これ、うわ、ちっちゃくないか、これ。あ、いけるのか。いけるね。うい。いけそうやね。おい。変な掛け声入りますけどね。勘弁してくださいね。テンション高々で楽しいって足らないんでね。これ手でやっててもまあまあ楽しいんですけどね。ピンバイスか。あ、やっと出てきました。手動でね。やってね。やってもええかなっていうのはあるんですけど。あとね、これ気つけてほしいのがね。気付けていただきたいのが、手ね、ブソッとつかないようにね、電動なんでね、一気にいっちゃうんで、要注意でよろしくお願いします。というものね、コムさんも気付けていきたいと思いますよ。よいしょ。今ね、驚きや驚きね、アッキーから LINE 入ってるんですよ。アッキーって呼び捨てですけどね、アッキーくんね、アッキーちゃん。とってもいい子。まあ、ご存知の方はね、知っておられると思うんですけどね。驚きですよね。
何が驚きって秋からコムさんにね LINE が来るなんて、ね、思ってもなかったんで、思わずね嬉しいから言っちゃいましたね、はい、いいのかな言っちゃって、いいよねいいよね、別にね隠し事せんでもね、はい、はい、ということでね、あっという間には泣きましたが、はい、あここもあるね、ここも開けとこうかな、これもね絶対穴ですよね、穴、今ちょっとしょうもないシャレかけました、はい、言わんときます、これ面白くないんでね、はい、ずれないようにねしっかりと開けていこう、でここね、だいたいねご想像にお任せしますけどね、ね穴開けててね秋から LINE 来たということでね、どういうギャグを言う、どういうシャレを言うかってね、ね親父ギャグダジャレを言うかってね、だいたいピンとくると思うんですけどね、関西の方やったらね思いますが、はい、まあいいか、これ動画流していいのかな、やっぱり言ったもののね、いいですか、いいですよね、はい、それではね、こんな感じでね、今日はこれここまでやってきました、はい、開けました、でこの辺でね終わっとこうと思います、今回ねなんかバタバタとテンション上がってねやってもう終わりますみたいな感じですけどね、はい、そうですね、終わっておきます。ね、いつも長い間ね、ご視聴ありがとうございます。コムさんね、皆さんのね、コメントとか、チャンネル登録ね、待っております。チャンネル登録ぜひよろしくお願いしますよ。どんどんね、増えていったらいいなと思ってるんで、よろしくお願いします。まあ、多分ね、っていうかもうね、確実にコムさんの動画、っていうかね、チャンネルなんてね、進歩はかなり遅いと思うんですよ、進み具合がね、はい、まあでもね、応援してくださる方がねいてるということで、ね、頑張っていこうと思ってるんですが、はい、もっとね、頑張っていこうと思います、何を言ってるんでしょうか、まあいいか、今日はねこれで終わります、突然ですけどね。ザナビーニスモ Z でした。はい、お送りしたのはコムさんでした。また次回ね、よろしくお願いします。それではね、終わっときます。お送りしたのはコムさんでした。